オッケーです。よし。何この始まり方で気合が入ってね。うっさー。はい、スタート。あのね、はい、スタート。ストレッチの業界の革命だね。怨念が怨念。糸のように神経の権威があるじゃないですか。これを伸ばすので曲げたまんま。神経だけを伸ばして、はい、終わりです。え、全く痛くなかったです。バーレ。この番組はエステプララボの提供でお送りします。はい、どうもお世話になっております。はい、どうもお世話になっております。今日は神経系ストレッチのセミナー、セミナー告知。神経系ストレッチっていうのはこの間ちょっとやったじゃないですか。やった。びっくりしたでしょ。びっくりした。これね、ストレッチの業界の革命だね。あのガラケーがなくなってスマホに変わった時のような、あの衝撃の瞬間がストレッチ業界にもやってくるぞ。神経系ストレッチってこの間やったように、はい、短時間で効果出るし、筋肉でアプローチしてもなかなか結果が出なかった人が良くなったりしたじゃないですか。した。五十肩、手が上がらない人、病院とか接骨院行ってもすぐは治りにくい、こういう人たち、これもう瞬時ですよ。これで時間して3分から5分ぐらいで皆さん手が上がるようになっちゃうんですよ、これ。じゃあ今日もビシッと3分から行ってみましょう。行ってみましょう。はい、行ってみましょう。はい、よろしくお願いします。金子忠志の神経系ストレッチ。まっちゃんは五十肩ではないんだけども、肩関節の可動性をちょっとチェックするので、はい、どんな感じで動かせるかちょっと腕回してみてください。どうぞ。ワンワン、せーま、ひどいね。右手がひどすぎる。これか。そう、ここの間が広くて、普通はね、耳につくぐらいこう行くわけですよ。このここを軌道通るわけですよ。これは肩に何か問題があって、この外を通ってしまう。だから可動性が良くない。これが五十肩予備軍。加齢とともにどんどん肩が悪くなる可能性が高い。両方いっぺんに上げるところを普通に上げてみて。はい。やっぱり右手の方がちょっと上がりにくいですよね。右手の方に何かしら今までやってきた人生の怨念というのがついてるんだね。怨念が怨念。金子忠志の神経系ストレッチ。はいはい。で、いつ飲むの？まだ回ってます。回ってんのかーい。じゃあまず神経ストレッチ、基本的には神経束を、うん、神経束ってこれね、ドン、はい、このように糸状、釣り糸状にこう脳から出ている糸のようなものですね。それを伸ばすということは、この筋肉が邪魔なんですよ。例えば肩関節を今からストレッチしますよって言ったら、こうなるよね。肘をこう伸ばしたりとか、こう伸ばしたりとか、関節を伸ばして筋肉も伸ばす。これがストレッチの定義ですよね。でも神経ストレッチはこの筋肉伸ばしたくないわけよ。だから関節を曲げるの、曲げるの、曲げるの。そしたら筋肉伸びてないでしょ、これ。伸びない。伸びてないけど神経だけを伸ばすんですよ。まっちゃんの場合はこうやって右手が耳の遠いところを通ってる肩関節の、まあ、五十肩っぽい症状なので、ここを縮めたい、縮めたいので首から出ているこの腕神経層っていう神経の束があるわけね。その神経を伸ばしちゃう。ここから神経出てますっていうことは、筋肉は伸ばさないようにして、これをちょっと肩を前に出す、肘を曲げる、手首も曲げる、ちょっとねじる。こうすると筋肉伸びないね。リラックスしてますね、筋肉だけは。でもこの中に糸のように神経の繊維があるじゃないですか。これを伸ばすので、曲げたまんま神経だけを伸ばしたい。で、首を左に倒していただいて、首から出てるからこのまま止まってて、はい、これだけです。え、今神経だけが伸びてるの？神経だけが伸びてる。筋肉伸びてないね、これ。曲がってるから、関節が曲がってるから。で、こうして一回力抜きます。一回吸って首を左に倒して、やっぱこの、ね、角度が重要なんですよ。角度と力加減、肩関節が何度とか肘関節が何度、主関節、海外何度、もう海外何度で決まってて、そこに行きます。それは来た時じっくり教えるから、首を今度は右に倒してって、右、はい、ゆっくり、はい、神経が今ずれたんですよ、こっちに。はあ、はい、もう一回左に行って、ここから、せー、はい、右に倒して、はい、こう、首が出てる神経がこっちにずれますよね。ずれることを滑走って言うんですね。はあ、はい、神経繊維が滑走した状態、はい、これで、はい、終わりです。え、終わりです。
なんか自分でもなんか勝手に胸張れる感じになんない、うん、なる、はい、この感じで神経線は伸びているはず。変わってる？変わってない？いや変わってますよ、変わってますよ。あ、変わってんじゃん。変わってますよ。はい、はい、おー、いいじゃないですか。いい感じ？いい、全然いい。こうまっちゃんのさっきのパターンだったらそれが有効だと。そうですね、耳から遠いところにある手の回してる人、こういう人に関しては今みたいに首から出てる神経繊維を引っ張り合うテンショナーって言うんですけど、テンショナーしてその後こっち側に倒した時をスライドさせる、動かしたんですね。スライダーって言うんですけど、それをすることによってここの神経の緊張が解けていく。全く痛くなかったじゃないですか、はい、角度と引っ張り具合の圧が重要ってことね。そうですそうですそうです。まあこれも理屈が決まってるから、肘何度手首何度決まってるんですよ、もうこれ。じゃあ別に筋肉知らない、骨知らないっていう人もできちゃう。できちゃう。要はフィーリングがないんですよ。何関節が何度、何関節何度、回線何度って決まってて、そこに持ってったら科学ですから絶対に効果が出る。誰でもできる。誰でもできます。よーし。そう、画期的だけど誰でもできます。ただ方法がしっかりわからないとダメじゃないですか。だからちゃんと取扱説明書で読んでいただいて、その通りにやっていただければ科学ですから結果が出るんですよ。おじさんやっぱすごいね。まあね、例えばこれをストレッチしたとすると、これをこうなるわけじゃないですか。ああ、こうとかなんかこうなるわけじゃないですか。はははは。肩をこうやってここ脇を伸ばすとか、で例えばこの肩の前をこうやって伸ばすとか、こうなるじゃないですか。なる。この感じちょっと無理があるじゃないですか。はい、ある。無理があるじゃないですか、うん、この感じ、この感じはなかったでしょ。ない。だから高齢者にも負担が少ない。でやることさえ分かれば再現性がある。要は僕でもできるし、あなたでもできるしっていう科学的な理論がある。五十肩の原因が筋肉ではなくて神経であることがほとんどです。正確には腱関節周囲炎、炎症って書きますけど、ひどい人は3ヶ月とか6ヶ月とか痛いわけですよ、うんうんうん、炎症6ヶ月も3ヶ月もしてんのかって話です。してないんですよ。し続けてたら大問題です。どんな切り傷だって3ヶ月だったらもう治りますよ。だから炎症ではなくて神経の滑走不全、要はちょっとずれてるってことです。そういうことがほとんど。だそういう方の場合にはこの神経系ストレッチがもうベストですね。これをじゃあ今回セミナーで。そうです、皆さんがこれをね覚えたら、これもう本当大げさじゃなくて財産になりますよね。そうですよね。財源ですよね。そうですね、はい。だ今回ファンチャンネル見た人特別だね。特別です。何名、何名やりますか。そんなに大人数だな。そうだ、ね、しっかり知らない。8ぐらい。じゃあここで8人教えるぐらいでね。そうですね。五十肩だけ。五十肩ととバストアップ。できんの。できるよ。バストが下がるんですかっていうことが、なんか加齢だからっていう方が多いじゃないですか、はあはあ、なぜじゃあその授乳の後に垂れ下がった形になるのか、なぜ上がる人もいれば下がる人もいるのか、それを科学的に皆さんが手を施すことができたら強いですよね。これ美容系の人におすすめです。じゃあこれ、それはこの動画では見せないと。来てからお楽しみ。これはもう来てからやっていただきましょう。もう女性の方だったら本当に実は切実な悩みなんですよ、女性にとって。おっぱいあげたので人に言えない。でもお化粧をピシッとするのも髪の毛をピシッとするのも同じぐらいのテンションでバストをきちんとしたいわけですよ。そういうお悩み、バストアップの仕方を皆さんができるようになったら、これもまた財源です。財源です。限定8名です。ぜひ皆さんお申し込みいただければと思います、はい、それではよろしくお願いします。待ってます。待ってます。じゃねー。じゃあ Goodbye Carolina Road. Well I remember in my hometown I met a pretty girl there. Well I remember